150万再生の秘密。ベヌー101、悪感ダンスで物議かもす NHK インタビュー。前週の視聴率15倍に衝撃。3月2日、生放送の音楽番組。ベヌー101、デニュー101、NHK が放送。同番組は、平野紫洋、27、神宮寺優太、26、岸優太、28、片木沢秀明氏、41のエンターテインメント会社、で昨年10月にナンバー。 愛を結成後、初の地上波番組出演として注目を集めていた。画像、SNS では物議の声も上がったナンバー、愛、レヌー101での圧巻のダンスパフォーマンス。今、日本の芸能界で最も注目を集めていると言っても過言ではないナンバー、愛の3人が披露したのは曲、コート。1月1日に配信され、 圧倒的なダンスパフォーマンスとラップをメインとした曲調が大いに話題を集めているグループのデビュー曲ですよね。メヌー101、でも圧巻のキレキレのダンスを披露し、番組公式 X、旧ツイッターに投稿された切り抜き動画も150万超再生と大好評です。そんな華々しいテレビレビューを飾ったナンバー、愛ですが。 歌唱に関して一部の視聴者の間で違和感を指摘する声が出て SNS が少々荒れてしまっているんですよね。女性シライター SNS ネット上ではメヌー101でのナンバー愛のパフォーマンスの中で口の動きと音声がずれているような場面があったことから口パクやかぶせを指摘する声が寄せられたのだ。既存の音源を流しそこに生顔をかぶせること。ダンスのスキルが高いのはわかるけど。 生歌で歌おうよ。自分らもともとプロなんやから。いや、どう見てもズレズレの口パクでしたけど、というか歌詞に対して口開けいけないところすらありましたよね。といった声。そしてそれに対する、音源と違いあるよね。全歌ブせでもないし全部チパクでもないでしょ。あれ、口パクして守りに入る三人なら、デビューに技はゴーと選ばないのよ。ゴーと繰り返すサビ以外、音源と違うから生歌だってすぐわかるけどね。 といった反論の声も X には多く寄せられている。異次元の数字を叩き出したナンバー、アイ、キッシさんのラックパートなど、配信された音源と明らかに声が違うパートがあると、つまり、口パクではないと指摘する声もあります。ただ、前提としてナンバー、アイは、結成された経緯のせいで、パフォーマンスの内容、出来とは関係ないところで SN、SNS、ネットの声は荒れがちなんです。 三人は旧ジャニーズ事務所のキングプリンスを脱退して誕生したグループです。そのため、一部のキンプリファンには彼らに対して心よく思っていないところもある。また、ナンバー、愛を熱心に応援するあまり長瀬連さん、25、と高橋海人さん、24、の二人になったキンプリに対してきつい言い回しになってしまうナンバー、愛ファンもいて、ファン同士で対立してしまうこともままある。今回のあれ模様も、 それが影響しているところはありそうです。前室の女性史ライター、ンサイトは、ナンバー、アイの、メヌー101でのパフォーマンスの口パク、かぶせ疑惑について NHK に問い合わせたが、番組の制作過程についてはお答えしていません。ということだった。制作会社関係者はこう話す。視聴者からは様々反響の声が上がっているナンバー、アイのテレビレビューですが、その注目度はやはりすごかったです。 視聴率が厳しく言われる民放と違う NHK ですし、時間帯も遅いので数字が問われるわけではありませんが、通常のメヌー101はそこまで視聴率の取れる番組ではありません。ところが、ナンバー、愛の出演した3月2日放送会は、前週の2月24日放送会と比べて信じられないくらいに数字が爆上がりしていたんです。2月24日放送のメヌー101の視聴率は以下の通り、 世帯1.0%、個人0.9%、コア0.1%。対する、ナンバー、愛が出演した3月2日放送会がこうだ。世帯2.9%、個人1.8%、コア1.5%。世帯は約3倍で、個人は2倍。そしてコアは、驚異の15倍ですよね。ナンバー、愛のファンは若い層が多いですが。 13歳から49歳のコア視聴率を見ても彼らの注目度の高さは異次元級とわかりますよね。やはり3人の人気は凄まじい。こんな数字を出されたら民放局の音楽番組も今すぐにでも出演してほしいのではないでしょうか。全道。様々な意見が上がるのも注目の証。ナンバー、愛の会心劇がいよいよ始まった。